今日カサゴの釣りにいるとこに来たんだけど、今日の狙いはベラ。あれまずいまずい言われてるけど、一回も食べたことなくて、ちょっとベラ狙いなんで、まあ間違いなく釣れるかなって感じです。ここで坊主だったことないから、まあベラは釣れるでしょう。あわよくばカサゴかなみたいな。なんかベラ狙ってたら、これなんだ、釣ったことねえな。なんか釣れた。後で調べてみます。よし、本命のベラ。本命ベラっておかしいけど、ゲット。カサゴも釣れた。フララッキーだ。すごかわいいけど、大丈夫？カサゴだよね。でかっ。やば。カサゴ？カサゴだよな。色が怖いな。赤ちゃん聞いてみるか。約4時間で5匹かな、持ち帰りが。多分最初の釣って逃がしちゃったやつ、赤旗っぽくてしくじった。とりあえずまあ今日ベラを釣りに来たんで、持って帰って調理します。とりあえず帰ってきました。今日なんか真夏日でクソ暑くて、ちょっと釣りは昼までできなくて、まあでも持ち帰りが何匹だろう、5匹6匹あって、まあ、結果ザコも含めると20匹以上釣れたんで、まあ、今日は良かったです。今日の本命のベラ、はい、はい、ベラ。あれ、ベラこんなに持って帰ってきたっけ。で、ベラ全然美味しそうじゃないけど、あれ、7匹いるな。で、これもベラ。で、カサゴ。この大きい魚、これね、なんかオウモンハタっていう美味しい魚らしくて、初めて釣ったんだけど、カサゴとかしか俺全然わからないから、初めて釣れて、まあ、これは刺身が美味しいらしいんだけど、三枚おろしとかできないんで焼いちゃいます。ベラ触んのよ。とりあえず今日はなんか初めてのプレモルの、美味しいのか知らんけど、いただきます。フルーティー、全然好きな味やね。とりあえずこれで内臓を取って、エラ取って処理は終わったんだけど、この
ベラはなんかエラが強いっていうの、多いっていうのかな、ちょっと厄介な魚だなと思いました。で、中もね、まあこんな感じで、やっぱカサゴとかね、こう綺麗だけどね、全然、まあ正直全然食いたくない。とりあえず飲んじゃいます。ああ、今日の2本目、朝日、これも初めて飲む。なんで頑張れ日本なんだ。まあいいか。あ、オリンピックか。どうでもいいわ。よし、はい、乾杯。朝日と同じ。あ、ちょっと違う。あら、調理どうするかな。焼くか煮るかしかないけど、こいつがねもったいないんだけど、でも俺刺身できないから、焼いちゃいます。見える。はい。カサゴじゃねえ、なんだっけ。ベラ。ベラ。ベラ焼いていきます。ベラとカサゴ。食いたくねえなー。カサゴはねいいけど。こんなもんか。オッケー。もうでも湯煎してあるから、あの匂いは大丈夫だと思うんだよね。そう、食うの初めてだからな。ベラね。ああ、ベラね。そう、ベラ。カサゴは美味しいからいいんだけどさ。焼いてもうまそうじゃないけど。全部出来上がって、まずはじゃあハイボールなくなっちゃって、あと手洗いうまいこれ、うわ、うまいわ。これうまいわ。ベラ？ベラ。ベラじゃない。え、ベラじゃないの？あ、そっちか。うん、高級魚。高級魚。あ、これはうまいわ。うん。そりゃそうだ。続いてカサゴ。カサゴはでも食ったことあるしな。美味しい。では
初めてのベラいただきます。骨多いけど、まあ食える。もうベラっていう時点で怖いけど。美味しくはないけど、まあ食えなくはない。っていうレベル。まあでもまあ いらねえか、まあ、多分最初の最後生涯ベラを食べるのはこれがめっちゃうまい。おーなんとか、これ今度また捕まえられたら、あ釣れたらお母ちゃんに刺身にしてもらいます、ベラはやっぱり食べたくないぐらいでした。いいよ、じゃあベラ、それベラ、これベラ、いいよ、食べてみて。別に悪くはないでしょ。うん、食えなくはないでしょ。骨が多い。そう、骨が多いんだよ。鱗と、うん、骨が多い、小骨が。それは美味しい高級魚。美味しい。これうまいでしょ。ね、もう食ってみる。高級魚。おーなんとか。それでもね、あの、さばいてる時から肉厚で美味しそうだなと思った。うまいな、うん、夢中になっちゃう。、ね、美味しい。それはうまいね。次、刺身が食いたい。そうだね。ベラの、いや、ベラ。ベラの刺身美味しいらしいよ。こいつか、まあ、でも食えなくはないよ、うん、骨が、あんまり